これは、17年前の高校3年の冬の出来事です。あまりに多くの記憶が失われている中で、この17年間、わずかに残った記憶を頼りに残し続けてきた。メモを読みながら書いたので、細かい部分や会話などは勝手に補足や修正をしていますが、できるだけ誇張はせずに書いていきます。私の住んでいたふるさとは、すごく田舎でした。思い出す限り、田んぼや山に囲まれた地域で、遊ぶ場所といえば、原付バイクを1時間ほど飛ばして市街に出て、カラオケくらいしかなかったように思います。そんな片田舎の地域に、1991年突如、某新興宗教施設が建設されたのです。建設予定計画の段階で、地元住民の猛反発が起こり、私の親もたびたび反対集会に出席していたような気がします。市長や県知事に嘆願書を提出したり、地元メディアに訴えかけようとしたらしいのですが、宗教団体側が、ある条件を提示し、建設が強行されたそうです。条件については、地元でも様々な憶測や噂が飛び交いましたが、おそらく過疎化が進む市に、多額の寄付金を寄与することで、自治体が住民の声を見て見ぬふりをした、という説が濃厚でした。宗教施設は、私たちが住んでいる地域の端に建てられましたが、その敷地面積は、東京ドームに換算すると、2、3個分程度の広さだったと思います。過疎化が進む片田舎の土地は安かったのでしょう。高校2年の秋頃に施設が完成し、親や学校の担任からは、あそこには近づくな。あそこの信者には関わるな。と言われていました。私たちはクラスの同級生8人くらいで見に行ったのですが、周りがすべて高い壁で囲われ、正面には巨大な門があり、門の両端の上の部分に、恐ろしい顔をした般若みたいなものが彫られていました。それを見た同級生たちは、やばい。悪魔教授、悪魔教授。と楽しそうに騒いでいましたが、そういう経緯から学校ではあの宗教を、悪魔教や般若団体などと、わけのわからないあだ名で呼ぶようになりました。たまに暇な時などは、同級生ら数人で、好奇心と興味と暇つぶしに、施設周辺を自転車でぐるぐるしていましたが、不思議なことに信者や関係者を見たことは一度もありませんでした。あまりに人の気配がなく、特に問題も起きなかったので、次第にみんなの関心も薄れていきました。高校3年になり、宗教施設のことは話題にもならなくなっていたのですが、ある日同級生の A が、あそこに肝試しに行かんか。と言い始めました。A が言うには、親から聞いたけど、悪魔教の建物に可愛い女が出入りしとるらしい。毎日店に買い物に来とるらしいで。A の実家は、地域内で唯一そこそこ大きいスーパーを経営していました。A の両親は、毎日2万円から3万円分も買い物をしていく悪魔教に、すっかり感謝しているようでした。A は、俺の親は、あそこの信者はおとなしくていい人ばかりって言いよったよ。怖くないし、行ってみようや。私やその他の同級生も、遊ぶ場所がなく毎日退屈していましたので、じゃあ行くか、ということになり、肝試しが決定しました。メンバーは、私と A と B と C と D の、同じクラスの5人と、後輩の E と F の、全員男の7人になりました。7人もいれば怖くないでしょう。みんなも軽い気持ちで行く雰囲気でした。待ち合わせは施設にほど近い、廃郵便局の前になりました。私が到着すると、A、B、C と E は来ていたのですが、D と F が30分近く待っても来なかったので、5人で行くことになりました。うわぁ、夜中はやっぱ怖いわ。いや。懐中電灯をもう一つ持ってくりゃよかったね。などと話していました。巨大な門の前まで来ると、門からかなり離れた敷地内の建物の一箇所に、電気がついていました。うわぁ、信者まだ起きとんじゃね。悪魔呼んだりしとんかね。などと軽口を叩いていましたが、C が、これ、中に入れんじゃん。と言いました。すると A が、俺が知っとるよ。横を曲がったとこに小さい門があってそっから入れる。と言いました。なんで早く言わんのんや。とか言いながら、壁伝いを歩き、突き当たりを横に曲がり、少し歩くと壁に小さな扉がありました。A が手で押すと、向こう側に開きました。人一人ようやく通れる扉を、5人で順番に通って中に侵入しました。その後は、懐中電灯をつけたり消したりしながら、
さら地の敷地内をぐるぐるしていました。なんもないじゃん。建物に近づいたらさすがにヤバいよの。など、小さな声で雑談していたのですが、あまりにも何もなくつまらないので、施設に近づいてみることにしたんです。敷地内は、正面の門からは長々とした100メートルくらいの完全な更地で、その先に大きな施設が3棟並んでいました。よく覚えていませんが、とても奇妙な外観をしたデザインの建物でした。施設周辺をこそこそ歩いていると、施設と施設の間に、明かりのついた綺麗な公衆トイレの建物がポツンとあり、トイレがある場所一帯は、白い綺麗なコンクリートで舗装されていて、ベンチまでありました。映画。ちょっと休憩しようや。と言い出し、周りの同級生らは。はぁ？見つかったらさすがにヤバいだろ。さっさと一周して帰ろうや。と言いました。私も。見つかったら警察呼ばれるかもしれんし、卒業まであと少しじゃし、問題起こしたらやばい、早う帰ろうや。と言いました。しかし A は、ベンチに座るとタバコを吸い始めました。じゃあ一服だけして帰るか、ということで、全員でその場に座ってタバコを吸いました。すると A が、俺ちょっとトイレ行ってくるわ。と、その公衆トイレの中に入っていきました。B や C は、あいつ、勝手に入った建物のトイレで、よくしょんべんなんか出せるなぁ。うんこなら悪魔に呪われるんじゃないか。とか冗談を言いながらタバコを吸っていたんですが、しばらくすると A がトイレの中から、おい、ちょっと来て、面白いもんがあるよ。と小さな声で言いました。ぞろぞろと言ってみると、A は、ほら、ここなんだと思う？と、便所の個室を指さしました。B が、トイレじゃん。と言うと、ドア開けてみてや。と言い、B が、なんや。と言いながら扉を開けました。扉を開けてみると、なぜか中には地下に降りる階段がありました。A は、おかしいじゃろ。便器便器と並んで、ここだけ階段なんよ。と言いました。いよいよ、この状況がおかしなことに気づきました。第一、A の言動がずっと不可解でした。A が急に肝試しを提案したこと、横の扉の位置を把握していたこと、トイレの扉をわざわざ開いたことなどです。私は A に、お前、まさかここでうんこするつもりだったん？と聞きました。A は、いや、うん、そうじゃ。と曖昧に答えた後、ちょっと降りてみんか？と、みんなに聞き始めました。私は当然断りました。お前おかしなこと言うなや。はよ帰ろう。ここでぐずぐずしよったら見つかるじゃろ。と言うと、ははぁ、お前怖いんじゃろ？ちょっと降りるだけなのに怖いんじゃろ？と馬鹿にした感じで言い出しました。私はこれは、A の挑発だと思いました。下に誘導しようとしているとしか思えなかったのです。B も、わしもいかんわ。帰ろうで。と言ってくれたのですが、他の二人は、なんか面白そう。ちょっとだけ降りようか。みたいな感じで、A に同調したのです。A は、お前らは勇気あるのう。とか言いながら、私や B をさらに挑発していましたが、B は、わしいかんで、勝手に行けや。と吐き捨てるように言いました。A は、ならまず三人で降りるわ。お前らはとりあえずここで待っといてや。と言いました。そして三人は下へと降りていったのです。私と B の二人はトイレの外には出ず、中で待っていました。トイレの周辺は施設に挟まれた形で、窓も多数あったため、どこの窓から見つかるかわからない、と思い、トイレ内で待機していました。B は、おい、A ってなんか変じゃないか？と聞いてきました。私は、今日の A はおかしい。なんか最初っから俺らをここに連れてきたみたいな感じがする。と答えると、B も、わしもそう思いよった。と言いました。その後は、B と一緒に今夜のことや、見つかってしまった時の対処法などを話していました。5分近く経った頃、ちょっと遅くないか？と、私も B もイライラし始めました。B は、もう二人で帰るか。と言い出したのですが、二つあった懐中電灯のうち二つとも、A たちが持って降りてしまったので、暗闇の中、あの小さな横の扉を発見するのは時間がかかると判断し、しぶしぶ待っていました。すると、
遠くの方から足音が聞こえてきたんです。という複数の足音が遠くから聞こえてきました。私も B も一瞬で緊張しました。私たちは小声でやばい、人が来た、まずいでと囁き合いました。場が張り詰めた雰囲気に変わりました。足音は遠くからでしたが、どの方角からの足音かわからなかったですし、今外に出ても私たちは施設内の方向や構造がわからないので、見つかってしまう可能性がありました。B が、やばい、近づいてきとるで、どうする？とかなり慌てた感じで言っていました。私も内心は心臓がバクバクしながら、こっちに来るとは限らんし、来そうなら隠れよう、と言いました。しかし、確実に足音は私たちのいるトイレに近づいてきていました。その時 B が、いきなり階段ではない他の大便の個室の扉に手をかけました。しかし開きません。隣の個室もなぜか開きませんでした。B は、くそ、閉まっとる、ああ、くそ、と小さな声で叫びました。足音は、おそらく15メートルくらいまで近づいてきています。直感的ですが、私はその時、足音の連中は間違いなくトイレに来ると確信していました。B もきっと同じ予感がしていたのだと思います。私も B もじっと立ち尽くしたままでした。B は、仕方ないわ、降りよう、と言い出しました。私は、え、マジで？と返事をしました。あの得体の知れない階段を降りるのは、すごく嫌でしたが、トイレ内にはもはや隠れる場所もなく、走り出したところで、暗闇の中でしかも場所がよくわからないので、捕まるだろうと思いました。深夜の宗教施設という特殊な状況下で、判断力も鈍っていたのかもしれません。足音がもうすぐトイレ付近に差し掛かる中、私と B は個室の扉を開き、足音を忍ばせながら下への階段を降りました。階段はコンクリート造りの階段で、長い階段なのかと思っていましたが、意外にも10段くらいで下に着きました。真っ暗闇なので何も見えないのですが、前を歩いていた B が、降り立つ木あたりの目の前にあったのだろう扉を開きました。中には部屋がありました。部屋の天井にはオレンジ色の豆電球がいくつかぶら下がり、部屋全体は淡いオレンジ色に包まれていました。私と B はその部屋に入ると、扉をそっと静かに閉めました。部屋を見渡すと、15畳くらいの、何もないコンクリート造りの部屋で、真ん中には大きく円状のものがぶら下がっていました。説明しにくいですが、巨大な鉄製のフラフープみたいなものが縦にぶら下がっている感じです。そのフラフープは、部屋の両隅の壁につくくらい巨大なものでした。私と B はそんなのを気にせずに、扉の前で硬直していましたが、私が、A たちは？おらんじゃん。と小さな声で言うと、B は、わからん、わからん。と引きつった表情で言っていました。そして、私たちが聞いていた足音が、予感通りトイレの中に入ってきたのがわかりました。真上から足音がコンクリートを伝って響いてきました。その足音は3人から4人くらい。私たちはじっと動けないまま、扉の前で立ち尽くしていました。何やらブツブツ話し声が聞こえてきましたが、内容まで聞き取れません。話し合うような声に聞こえましたし、それぞれが何かをブツブツつぶやいているようにも聞こえました。B は下をうつむいたまま、目を閉じていました。どのくらい時間が経ったのかわかりません。私は何か楽しいことを思い出そうとして、当時流行っていたお笑い番組、爆笑プレステージを必死に思い出していました。いつの間にか、トイレ内のブツブツつぶやく声は、3、4人から、10人くらいに増えていることに気づきました。上にいる連中は、私たちがここに隠れていることを知っているのではと思いました。怖くてガタガタ震えてきました。ブツ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 と気味の悪い話し声に、気が遠くなりそうでした。突然ブツブツつぶやく声が消えると、と、扉が2つ連続して開く音が聞こえた後、さらに、と音がしました。そのガタンは、トイレの個室を開く音だとすぐにわかり、鳥肌が立ちました。他の個室には、最初から人が入っていたんじゃないか。
私と同じように、B がその可能性に気づいたのかどうかはわかりませんが、さっきは鍵が閉まっていたのですから、外から開けたのではなく、個室から誰かが出てきたんだと思ったのです。そして階段を降りる足音が聞こえてきました。限界でした。階段を降り切るまで15秒とかからないでしょう。私は B の腕をぐっと掴みました。階段を降りる足音が、中間地点くらいになったとき、B は、うわぁ。と情けない悲鳴を上げながら私の手を振り払い、部屋の奥に走り出しました。その時です。B が、あの丸い輪をぴょんとジャンプした瞬間、一瞬で B の姿がなくなったのです。私はただただ唖然としました。フラフープ状の、丸い輪の向こう側に飛び越えるはずなのに、B が忽然と姿を消してしまったことに、恐怖よりも放心状態になりました。私は扉から少し離れ、扉とフラフープの間に立っていました。謝ろう、と思いました。すみません。勝手に入ってしまいました。本当にすみません。そう言おうと思いました。扉がゆっくり開きました。開いた扉の隙間から、わざとらしく、ひょいっと顔だけが現れました。王冠のようなものをかぶった老人が、顔だけ覗かせこちらを見ていました。満面の笑みでした。おじいさんかおばあさんかはわかりませんでしたが、長い白髪に王冠をかぶった、しわくちゃの老人が満面の笑みで私を見ていました。それは見たこともない悪意に満ちた笑顔で、私は一目見て、これはまともな人間ではない、と思いました。話が通じる相手ではないと思ったのです。その老人の無機質な笑顔に、一瞬でも見られたくないと思い、ハウヒャと情けない悲鳴が喉の奥から勝手に出てきて、私もまた、B と同じようにフラフープ状の輪に飛び込みました。目を開くと、病室にいました。頭がぼーっとしていました。腕には注射針が刺さり、私は仰向けに寝ていました。上半身を起き上がらせるのに3分近くかかりました。窓を見ると綺麗な夕焼けでした。部屋には人はおらず、個室の病室でした。何も考えられず、ただぼーっとしていました。どのくらいの時間、ぼーっとしていたかわかりません。しばらくすると、ガチャ、とドアが開き、看護婦さんが現れました。看護婦さんは、かなり驚いた表情で目を見開くと、そのままどこかに駆け出しました。私はそれでもぼーっとしていました。その後は、担当医や他の医師たち数人が来て、私に何かを話しかけているようでしたが、私はぼーっとしたままだったらしいです。その後時間が経ち、意識もだんだんと鮮明になってきました。医師からは、さっき〇〇くんの家族呼んだからね。〇〇くんは長い時間寝ていたんだよ。でも心配しなくていい。もう大丈夫だよ。と、意味不明なことを言われました。起きてからも時間の感覚がよくわからなかったのですが、やがて母らしき人と、若い女の子が泣きながら病室に入ってきました。それは母ではありませんでした。それに私の名前は〇〇でもありません。母を名乗る女性は、よかった、よかった、と泣いて喜んでいました。若い女の子は私に、お兄ちゃん、お帰り、と言いながら、泣き崩れてしまいました。しかし、私に妹はいません。三つ離れた大学生の兄ならいましたが、妹などいません。私は、誰ですか？誰ですか？と何度も聞きました。医師は、後遺症でしょうが、時間が経てば大丈夫だと。みたいなことを、母らしき女性や妹らしき女の子に励ますように言っていました。今夜は母さんずっといるからね。と言われました。私は寝たままいろいろ検査を受け、その際医師に、僕は〇〇でもないし、母も違うし妹もいません。と言いました。しかし医師は、記憶にちょっと、と首をかしげていました。〇〇くんはね、2年近く寝たきりだったんだよ。だから記憶がまだ完全ではないんだと思うよ。と言われました。そう言われても、私はショックな感情すらありませんでした。現実に、今起きていることが飲み込めなかったので、ショックを受けることさえできなかったのです。医師は言葉を選びながら、私を必死に励ましていました。母らしき人は、記憶喪失にショックを受けて号泣していました。私は、トイレに行く、とトイレに行きました。
立ち上がる際に足が異常に重く、なかなか立ち上がれずにいると、医師や看護婦や妹らしき人が手伝ってくれました。トイレに行くと、初めてあの夜のことを思い出しました。不思議ですが、目覚めてからの数時間、一度もあの肝試しのことは思い出さずにいました。トイレがすごく怖かったのですが、肩を貸してくれた医師や、ついてきた母や妹がいたので、中に入りました。用を足した後、鏡を見て悲鳴を上げました。顔が私ではありませんでした。全くの別人でした。覚えていないのですが、その時私は激しいパニックを起こしたらしく、大変だったらしいです。その後は、1ヶ月近く入院しました。私は両親と名乗る男女や、妹を名乗る女の子や、見舞いに来た自称友達や、自称担任の先生だったという男性らに、僕は〇〇じゃないし、あなたを知らない、と言い続けました。A や B のことや、自分の過去や記憶を、覚えている範囲で話し続けましたが、すべて記憶障害、記憶喪失で片付けられました。A など存在しない、B もいない、そんな人間は存在しないと説得されました。しかし、みんな私にとても優しく接してくれました。医師や周りの話だと、私は学校帰りに自転車のそばで倒れているところを通行人に発見され、そのまま病室に担ぎ込まれたそうです。私に入ってくるこの世界の情報は、どれも聞いたことがないものばかりでした。例えば、ここは神奈川県だよ。と言われた時は、私は神奈川県など知らないし、そんな県はなかったはずでした。通過単位も、縁など聞いたこともない。東京など知らない。日本など知らない。という感じです。その都度医師からは、じゃあ、何だったの？と聞かれるのですが、どうしても思い出せないのです。A の名前も思い出せず、同級生の友達、と何度も説明しましたが、周りからは、そんな子はいないよ。と言われました。あの施設に入り、あのフラフープに入った話を、医師に何度も必死に説明しましたが、それは眠っていた時の夢なんだよ。という感じで、流され続けました。しかし恐ろしいことに、私自身、自分は記憶喪失なんだ。前の人生や世界は全部寝ていた時の夢だったんだ、と真剣に思い始めていたのです。記憶喪失な上に、別人格、別世界の記憶が上書きされている、と信じ始めていたのです。どちらにせよ、私には別人としての人生を生きていくことしか選択肢はありませんでした。退院後に、父や母や妹に連れられ自宅に戻りました。思い出せない？と両親から聞かれましたが、それは、初めて見る家に、初めて見る街並みでした。私はカウンセリングに通いながら、必死にこの新しい人生に順応しようと思いました。私に入ってくる単語や情報には、違和感のあるものとないものに分かれました。都道府県名や国名は、どれも初めて聞いたものばかりですし、昔の歴史や歴史上の人物も初耳でしたが、大部分の日常単語については、違和感はありませんでした。テレビや新聞、椅子やリモコンなどの日常会話は全く違和感ありません。最初は家族に馴染めず、敬語で話したり、パンツや下着を洗われるのが嫌で、自分で洗濯などしていましたが、不思議なことに、本物の家族なんだと思えるようになり、前の人生は前世か夢だと思うようになりました。そう思えてくると、前の人生での記憶が少しずつ失われていきました。唯一鮮明に覚えていた、両親の顔や兄の顔や友人の顔や田舎の街並みも、思い出すのに時間がかかるようになりました。しかし、あの最後の位置や、宗教施設での記憶だけははっきり覚えていました。特にあの満面の笑みの老人の顔は忘れられませんでした。新しい生活にも慣れ、カウンセリングの回数も減り、半年後には高校にも復帰しました。20歳で高校3年生からやり直したのですが、友人もでき、楽しさを感じていました。テレビ番組も、見たことがない番組ばかりでとても新鮮でした。神奈川県の都市でしたので、都会の生活もすごく楽しかったのを覚えています。しかし、高校復帰から4ヶ月ほど経った後に、意外な形で、あの世界とこの世界とをつなぐ共通点が現れました。ちょうど夏休みに、私は宿題の課題のため、本屋で本を探していました。すると、並べてある本の中で、〇〇〇〇という文字が目に入りました。宗教関連本でした。
〇〇〇〇というのは、紛れもなく、私が最後の夜に侵入した新興宗教の名前でした。私は驚愕しました。そして本を手に取り、必死に読みました。〇〇〇〇は、この世界では、かなり巨大な宗教団体というのがわかりました。私のいた世界では、名前も聞いたことがない無名の新興宗教団体だったのに、こちらでは世界的な宗教団体だったのです。それから私は、その宗教の関連本を何冊も買い、読み漁りましたが、それは意味がない行為でした。読んだからといって何も変わりません。戻れるわけでもなければ、誰かに私の過去を証明できるような事実でもありません。周りに話したところで、それは意識がなかった時に、〇〇〇〇が夢に出てきただけだ、と言われるだろうと思ったからです。それに、親切にしてくれる新しい家族や友人たちに、迷惑や心配をかけたくなかったのです。せっかく高校にも復学し、過去の話をしなくなった私に対して、安心感を感じてくれている周囲に対しての申し訳なさ、またカウンセリングに通う苦痛を考え、私は見て見ぬふりをすることにし、普通に人生を送ってきました。17年が経ち、私も今は、都内で働くごく普通のサラリーマンです。では、なぜ今更こんなことを書き記そうと思ったかというと、先月、私の自宅に封書の手紙が届きました。匿名で書かれた手紙の内容は、突然で申し訳ありません。私はあなたをよく知っています。あなたも私をよく知っているはずです。あなたを見つけるのにとても長い時間と手間がかかりました。あなたは〇〇という名前ですが、覚えていますか？また必ず手紙を送ります。この手紙の内容は誰にも言わないでください。あなたの婚約者にも、よろしくお願いします。という内容でした。〇〇〇と呼ばれても、私にはもはや全くピンときませんが、以前そんな名前だったような気もします。手紙が送られてきたことに対しては、不思議と恐怖も期待もなく、どちらかというと人ごとのように感じました。そして、その手紙の相手は先週2通目を送ってきました。要約すると、あなたが知っている私の名前は〇〇です。あなたは覚えていませんよね？どうやらここにはあなたと私しか来ていないようです。と書かれ、今月25日の19時に、〇〇駅前の〇〇にいるので、必ず来てください。あなたに早急に伝えなければならないことがあります。必ず一人で来てください。と書かれていました。私には、〇〇の名前が誰なのか一切覚えていませんが、会いに行くつもりです。行かなければならない気がしています。誰がそこに立っていたとしても思い出せないと思いますが、あの夜のメンバーなら話せば誰なのかわかります。できれば B であってほしいです。何が起こるかわからないので、こういう形で書き残そうと思いました。同じような文面を、婚約者と、唯一の身内になった妹には残しておこうと思います。長々と読んでいただいてありがとうございました。